こんばんは、魔界闘士です。今日は、スピードの検証をするつもりだったのですが、プログラムをいじくっているにおかしくなってしまい、ウイイレが壊れてしまいました、いつものこと。どうもスピードではなく、レスポンス値が変になってしまったようで、こんな感じで蹴るときにスローモーションがかかってしまうように、動きが、キャプテン翼っぽいので、このまま試合をしてみようかな。キャプテン翼のモーションは、現実では、隙がありすぎるだろうと思っていたので、実際のところどうなんでしょうか？フットボールファン待望のエキシビションマッチ。そろそろ試合が始まります。たまには、カメラをテレビ版にしてみました。キックオフでスタート。なお、スローを見るにはキックだけではなく、レスポンス値を参照するモーション全般がスローになっています。まずは右サイドから行きましたが、奪われています。いいマークですよ。チェックが入りました。やはりスローになった時にボールを奪われます。固い守り、大事なところ。ロベルト、中盤担当。このロベルト・カルロスは元マルセロです。今行ける。おっと、アホ。ここはあまり持たせすぎるとダメでしょ。マニケのシーンからゴールが生まれそうでした。惜しかったですね。チェックきついですよね。さあ左サイド行くか。いやー、しかし惜しかったです。後ろからのマーク。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。もう一回、マクスウェル、シャビアロンソ。おっと、うまいですね。パス交換、チェック。ラウル・アルビオル。さあ固まっている。さてコーナーキックに変わります。当然ですけど、ディフェンスではスローがかかりませんので、そうですね、コーナーから点が入っちゃうと楽しいです。中の動き素晴らしいですね。今の形が、うん、しかしすごいシュートでしたね。いや、外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。チェック、イグアイン、カウンターで来る。中央から上がっていった。ここで激しい、ここで笛です。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。左からのコーナーキック。ここは何としても決めたいところですね。プレースキックもスローがかからないようですね。誰に合わせるのか。かろうじてクリアしました。チェック。そりゃ今度隙があれば取られるわ。ロスタイムも残り2分を切りそうです。おりません。チェックきついですよね。カーカー、上がなりました。前半終了です。さあ北澤さん、前半戦を振り返っていかがでしたか？そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、ありがとうございます。それでは少し振り返ってみます。前半15分、ダニエル・アウベス、非常にいい形でシュートを打ってきました。そうですね、少しの角度の違いなんですけどね。前半は動きなし、カメラはいつものに戻します。さらにまた10、さあ後半スタートです。両者まずは先に得点したいところ。いいマークでしょ。スライディングにもスローかかるみたい。いいプレッシャーだ。クリスティアーノ・ロナウド、セルヒオ・ラモス、後ろからチェック、リターンからクリスティアーノ・ロナウド。さあここで動いた、追っていく。
ロベルト左サイド上がるか、中に1人いる、奪えない、中には3人いる、そのまま打ち、はい、ゴール、レアルアウェーでの先制ゴール、文句なし、試合は後半得点が動きました。しかしいいところで決めてきますよね。そうですね、ご覧のように画面にはリプレイが出ています。しかしこの先制弾いかがでしょうか。ほとんどワンタッチのシュートだったので、スローの影響が少なかったようです。さあバルセロナ、この状況でどう立ち向かっていくか。そうですね、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。守備陣、このボール、さあいけるか、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。ピンチを逃れました。ワンタッチ、攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。ディフェンスに合います。囲まれます。あと少しで後半30分、中央から上がっていきます。さあ競っていく、セルギオラモス、チェックが入りました。ボールを奪い、おっと上がってきますよ、いいパスが通りました、強い、ここは阻まれました。コーナーです。さあバルセロナ、サポーターの目の前で得点できるか。本当ですね、ここで1点入れてほしいですよね。もう一度コーナーキックになります。メッシもうやってられるか、やってくださいか。離れている選手についてなんですけど、こう見てますと結構触り気味なところがあったんですよね。まあ振り回されすぎというか、そういったところかもしれませんね。なるほどね。チェック、よく守ります。さあ後半40分を回りました。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。レアル結局このボールを奪いました。安定した攻めを見せています。追っていく、ラストチャンス、味方を探している、行くか、コーナーキックになります。バルセロナチャンスです。ここで選手の交代があるようです。さあここは動いた、合わせて、コーナーキックが続きます。残り時間少ないですから、本当ここ大事ですよ。さあどう攻めてくる。バルセロナコーナーキックが続いています。もうあまり時間がないですからね、ここは集中してほしいですね。さあここはどう守るのか。ここで激しいジェラール・ピケ、チェック入れるか、硬い、いい攻めを見せた。ここで笛です。ということで、現実ではキャプテン翼モーションが隙が出たところでしょう。やっていいのは草サッカーぐらいですね。ご視聴ありがとうございました。後半になってからよう